皆さんどうも、マキューです。今回は追加キャラとしてね、実装された、ルイタ格闘の特攻がどれくらい強いのかね、紹介していきたいかと思います。まずこのキャラの特攻は、フクリユーね、ボス捨ての強敵のダメージアップ、ダメージダウンと、待望のね、ゴルフへのダメージアップね、現状てか今だけね、特大が来てるっていうことで、多分2日間かな、いつも通り。なので、どれくらいね、特攻が強いのか、早速ね、じゃまずは強敵ユーでね、勇ましい染めの1体ね、これおはじき10までやると、もらえるね、ダメージアップの、ふみちゃん編成して、どれぐらいね、特攻が強いのか。あ、じゃあまず、やる前に育成状況をね、見せようかな、一応ね。今回本当に育成全然してなくて、レベル50技3の G1 のスキル1で、スキルにも解放してないという状態なので、本当にね、ガシャから出たままの状態ですね。で、特攻、そうだね、今だけゴルフが先に見せておくと特大がね、この8と9、2日間だけ来てるんで、攻略するなら今結構おすすめかな。うん。じゃあまずは先に強敵だね。ここでね、どれぐらい強いかだよね。やっぱ邪縁がいなくても、ある程度簡単にね、このリュータがいれば育成しなくても勝てるっていうのだったら、結構ね、強いかな。回す価値あるかなとは思うわ。で早速ね、使っていきましょう。どうだろうね、2発ぐらいで倒せたら理想かな。うん。このキャラ確かスキル2がデカペンで振るから、スキル2があると、もっと楽にはなるかなと。じゃ、とりあえず頑張ってちょっとリュータね、溜めていってあげて、地味に左目も痛いからさ、これ普通に負ける可能性あるよな。大丈夫かな。適当な編成で、適当じゃないけど来ちゃったから。じゃあ一発 G で打っていますね。さあ、どんぐらい出るかな。さあさあさあ。あー、53万強いね。結構54、3万、4万は強いね。で、もう一発打てば、もう、ちょっと待ってよ。もう一発打って、これで倒せるかな。はい、オッケー。あ、かなり強いね。うん。言うてやっぱ俺が最初に言ってたように2発打ちで倒せちゃうから結構ね強いキャラになるかなと思うわ。うん。だからまあまあある程度はね使えるキャラになるかなと思うわ。じゃあ次は、ある程度使えるキャラというか強敵キャラに対しては結構強いよってことで、次はねちょっと本気のゴルフかな。フレンドさんのお助けで、プニガメール持ってるんで、じゃあこれでねちょっと殴らせてもらおうかな。これでどれぐらい強いかね。一応じゃあ編成も勇まし止めでせっかくだから変えようかな。ふみちゃんちょっと、あれ火力下がっちゃうと思うんで、技3人もやってるんで、これ普通に技マックスでやれば、あと凸とかもしてあげてね。ある程度ワンパン乗るかもね、強敵の U もさ。だから、まあまあ特攻の強さ的にはね、まあ難易度がどうなってところはあるけど、ゴルフのね。まあ、強敵はね、結構ゴルフ割らしちゃえば簡単になるかな。そのジャイアンがいなくても。で、次はゴルフへの特攻だね。じゃあ試して、これじゃなくて、お助けのやつでね、試していきますかね。さあさあさあ、じゃあこれで元気ね、5で、まず初回でね、どれくらい強いかやっていきましょう。まあ大体初回でいいかな、今回。初回は確か6倍ぐらいがさ、フルパワーのダメージってわかるんで、それで参考にね、ある程度フルパワーのダメージも計算していただければいいかなと。じゃあまず、打ち出しが勇まし染めで、どうだろう。あー、5200か。まあ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 。どうだろう。特大でこれってなると、ちょっと正直なんか微妙かもね。うん。特攻しかも今回他の2体もそこまで強くないわけじゃん。これ特大でこれってちょっと思ったより弱いわ。うん。だって、勇ましでこれ染めて特大っていうさ、最大限はやってるから。まあでも技が上がってないっていうのはあるけど、これだとフルパワーで大体3万ぐらいになるんですよね、多分打ち出しがね。だからもう超ぶっ壊れなゴルフ特攻にはなんないわ。うん。これはどうだろうね。なんか、まあ10連とかで引ければ引く価値がしあるかもしれないけど、なんか俺みたいに結構引いた人は、どうだろうね。ちょっとあんまりかも。正直。うん。もっとゴルフ俺強いと思ってたから、ちょっとね、今この2日間特大で、まあ、育成してないとはいえ、そこまで強くないかも。これは人によってどうだろう。これは強いと見るか弱いと見るか、まあ全然違うと思うけど、俺はちょっと個人的に微妙かなと思ったわ。うん。レンの特大の時より全然火力出てるイメージないから、技3だからって言われたらそれで終わりなんだけど、技前でもどうだろう。これ超えてこなさそうだから、そうだね。ちょっと渋いね。うん。まあ、こんな感じかな、特攻ね。強敵の U とね。なんだっけ。その、国神のね、ゴルフに対した。まあ、こんな感じかな、特攻の強さとしてはね。うん。まあ、でもね、育成とかしてあげたり、まあ、技さんでも十分ね。まあ、使えるぐらいの強さはしてるんで、まあ、これね、ガシャ引く際の参考にしていただければいいかと思います。はい、ということで、今回の動画以上になります。参考になったよって人はね、よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。